皆さんどうも、ご機嫌いかがでございましょうか？つづりでございまーす。メタルスレーザーグローリーラストパート、続きをプレイしていきたいと思いまーす。はぁ、よかった。ピーストークからだいぶ離れちゃったけど、あずさ、大丈夫かしら？ちょっと通信してみよう。弥生さん？ただしさん、あ、これからブリッチルにいる人たちに何か説明があるみたいです。いや、あ、びっくり。ごめんなさい。今、ティーストークが加速したんです。説明があるので切ります。何が始まるんだろう。できないのかな。はい。あずさはどうしてますか。あ、はい、ちょっと待って。お兄ちゃん、怖いよ。あずさ、頑張れ。大丈夫だから。うん、頑張る。いいですか。ごめんなさい。他からも入ってるんで切ります。じゃあ、大丈夫かな。はい。僕たちは要塞攻撃に向かってるわけですけど、ヒーストークは大丈夫なんでしょうか？ヒーストークにも、対空壁があります。それに、味方のメタルスレイダーが守ってくれているはずです。ただ、エネルギー入れてる途中だったっていうのが心配といえば心配ですね。戦闘が長引いた場合、どこかに影響が出てくるかも。何？あんなでかい敵要塞、一体どうやって倒すのかな？私に聞かないでよ。そういうの。でも、どっか弱点があるのよ、きっと。一見、もうどうしたってやられないような完璧な敵が鳥の穴のような小さなミスでやっつけられちゃうのって言うのなんじゃないかな。分からんどうすりゃいいの。ディスクをセットすることで死ぬことになったりしないだろうな。不安になってきた。これどうすればいいの？真面目にどうしたらやっつけられると思う？エリナ。知らないわよ。何か方法があるんでしょ？きっと。とにかく、要塞のところへ行くのが先よ。はい。この次から次へと来る敵兵は一体どこから？要塞の中央ブロックのようです。ただ他からは出てきていないみたいなので、先行部隊がそこを叩いてくれるといいのですが。敵だわ。またやだ。もうやだ。マジでやだ。よし、よいしょ。あ、外した。あれ？ダメ。聞かないみたい。どうする？ただし。いやー、どうしよう。はい、それ。もうちょい。ダメ。ガーン。
よし、行った。はぁ、やった。なんだ？なんだ？メッセージ。ティーストークはこれより適用されない。緊急通信やだ。何？え、何が？どうなっちゃうの？ティルケンスリンが、大口径ビームの方を使用を決意したのです。決意、それってすごい武器なの。カウントダウンスタート。もう一分。なぜだってティーステーク出力適用祭だって一発ですよ。さあ、タダスさんたちも早く回避を。了解。行くよ、エレナ。うん。あ、やっとここまで来た。すごい長かった。死にまくりましたからね。車まで 30SEC。 主任、エネルギー完全のためビーム発生率が思わしくありません。これ以上戦闘を長引かせるわけにはいけません。構いません。カウントダウン速攻。に注意してください。さあ、やりました。適応祭完全に沈黙、エネルギー放出反応ゼロ。すごーい。助かったのね。よかった。今、何か光が。この反応は、適応祭。右翼方向にエネルギーが集中。みんな回避して、早く。え、あ、なんか撃ってくる。そう、うわ、えげつな。どうなっちゃったの？ただしさん大丈夫ですか？ただしさん、ああ、なんとか。よかった。エリナさんもしっかり。大丈夫。もう絶対死ぬと思った。チーフ、今の要塞の攻撃でティーストークが被弾したみたいです。え、そんな、あずさは、ティーストークダメです。応答がありません。どうしよう、ただし。あずさ、大丈夫かしら。ねえ、ただしたら。
敵？やだ、こんな時にどうしよう。ガーン。こんなの早くやっつけちゃってよ。もう自信ないよ。おかえりだ。はいはい。うわ、叩く。やりました。ねえ、ティーストークは？ティーストークはどうなっちゃったの？考える。ティーストーク、シルキンさん、ヤユさん、あずさ、無事でいてくれよ。ティーストーク、シルキン主に。ダメだ。やっぱり連絡は取れない。だけどこれからが問題ですね。ティーストークも肩よくだけじゃビームを発生させられないでしょうし、ダメだろうと思うけど。ティーストーク、弥生さん、回線不通、あずさ大丈夫だろうか。もうディスクじゃないですかこれ。何か嫌な予感がするな。嫌な予感がする。これしか言わないな。わかんないな。どうしよう。そう、それにしても、もし要塞がもう一回砲撃したりしたら絶対絶命だ。一体どうしたらいいんだ。考える。敵要塞を倒す手段、何かないのか。ないのか。ただし、あずさは？あずさは？ティーストークのビームと敵要塞の砲撃で敵の機影がほとんど、殲滅かなしています。残念なことに味方も要塞のビームにかなり巻き込まれたようですけど、回線不通ですね。どうしたらいいんだ。わかんない。もうこうなったらディスクをセットするしかない。飛車へセットする。よし、一体このディスクには何が。なんだこの表示は。アルティメットウェブ。私だ、ウィバーチェだ。ウィバーチェ、今年最終兵器。このディスクはグローリーに搭載されている最終兵器を稼働させるための、ウィバーチェ、
キーディスクだ。この兵器の効力はグローリーを中心に半径 50km にも達する。半径 50km、 量産機に積むには危険が大きすぎる。とてつもないものだ。もし敵の手に落ちようものなら、この時点で勝敗が決まってしまうだろう。私はあえてこの兵器に関するものをすべて焼き払った。そして搭載をグローリー一気に限ったものだ。グローリーだけに半径50キロ。私も君にだったら安心して、なんだこれ、これを任せることができる。地球の未来は君にかかっている。頼むぞおさただ。父さん宛てだ。じゃあこれは8年前の父さんがまだ生きている頃のもの。なお作動の条件については B 面だ。軍用のディスクには B 面があるのか。ただしさん、今のはビバーチェ。グローリーにこんな秘密が隠されていたなんて驚きですね。ねえ、半径50キロってつまり預けられる範囲は100キロでしょ。あの要塞どう安く見積もったってその5倍はあるわよ。じゃあ最終兵器を作動させたとしてもあの要塞は破壊できないってことか。おそらく使用も一回きりでしょうし、じゃあやっぱりあの要塞倒すことなんてできないんじゃない。待ってください、田崎さん、さっきの敵のビームのエネルギーを利用すれば可能かも。ビームを発射直前に要塞の発射口に近づき、エネルギー中度が最高に達した時に最終兵器を作動させれば要塞を誘爆させることができるかもしれませんよ。それ危険すぎるんじゃないの。ただしにもしものことがあったら、私あずさだって無事かどうかわからないのよ。それなのに、たたしさん、私ティーストークへ戻ります。戻ってみんなの無事を確認してきます。キャディさん、チーフ一人じゃ危険です。僕も同行します。エンカイ君はたたしさんたちを守ってあげて。じゃあたたしさん、分かった、気をつけて。キャディさん、アズサのことも頼むわ。はい、それじゃあ。耐えてる余裕ありますかね。どっちだっけ。よし、キャティさんから預かったディスクの B 面をかけてみよう。よいしょ、なんだ。3つの条件、何。正式パイロット登録して、3つの条件はクリアされています。
ダメなのかと思った。なんだパッと売れちゃったの。キーワード、キーワードってなんだ。ゲイ、あずさ、キーワード1、やった。キーワードはあずさだったんだ。すごい。だけどキーワードあずさなんて私よくわかったわね。いました。まあな。よし、次の条件で最後だ。音声によるパイロットの確認。え、声？パイロットの声って誰の声なんだろう。難しい問題だわね。ただしさん、要塞がまた沈黙しています。もしかするとまた砲撃するつもりなのかも。早く早くしないと。メイクやボイス考えてる暇あるか。あれ、あずさかな。あずさってなってた。待てよ、父さんが死ぬときあずさに何でもいいから喋れって言ってたって。あずさ話してたよな。それにその後機械いじってたっていうのは、そしてそれって音声登録をしてたんじゃ。イーストークとの通信が回復しない限りあずさの声は照合できない。で、どうしたら。最初に入れたじゃん。最初に入れよったあずさ、ね、そうだ、思い出した。そういえばこのディスクの A 面にはずいぶん前にいたずらして入っちゃったあずさの声が録音されているんだった。よし、照合してみよう。はーい、あずさです。お兄ちゃん大好き。ライト、音声を確認。やった、やっぱりあずさの声だったんだ。じゃあ、あの機械いじっててっていうのは音声登録をしていたっていうことだったのね。ただしさん、要塞右翼へのエネルギー集中が始まりました。急がないとビームが発射されたら最後です。レディーフォアザウェポン。ただしさん、キャンディーさん大丈夫ですか。ティーストークの様子はどうなんです。パッタ、ごめんなさい、連絡が遅れて。ティーストークは負傷者が出ていますがみんな無事です。あ、よかった。あずさは大丈夫です。あずさちゃんに、ただしさんとエリナさんのことを聞かれたので2人は必ず帰ってくると言っておきました。キャティさん、これから例の最終兵器を作動させます。シルキーヌ主任にそう伝えておいてください。ありました。ただしさん頑張って。ただしさん、くれぐれもタイミングを外さないように。敵のエネルギー集中度が最高に達した時ですよ。もしこのチャンスを逃がしたら生きて帰れる保証はありません。わかった。円海君とエリナは影響範囲から脱出してくれ。それな、いやよ、ただし私も一緒に行く。ダメだよ、もしものことがあった場合あずさのことを任せられるのはエリナだけなんだから。エンカイ君、エリナを頼む。はい、ただしさん幸運を。エリナさん行きましょう。いや、ただし、
ぞ。この右のがエネルギーゲージか。よし、今だ。眩しい眩しい。
感想でございます。ファミコンのメタルスレイダーグローリーの実況はこれにて終了でございます。さて今回待望のソフトということで挑んだわけですが、やはり期待は裏切らないといった感じでございました。音楽シナリオもさることながら、当時のファミコンとは思えない超美麗なグラフィックに圧巻、何をとっても最高峰、あっぱれさすがといった感じでございました。とても楽しんでプレイすることができました。皆様はいかがでしたでしょうか。次回の実況はファミコンの1990年に任天堂よりリリースされたファイアーエムブレム暗黒竜と光の剣を予定してございます。ファイアーエンブレムシリーズを実況でプレイするのは初の試みでございます。大変ぐだるかとは存じますが、ご容赦くださいませです。それではこの辺で、最後までのご視聴大変ありがとうございました。失礼いたしまーす。